リチャード・ロビーはアメリカ合衆国のバスケットボール選手である。身長198センチメートル、体重96キログラムで、ポジションはフォワード。BJ リーグにおいて2013から14シーズンの最優秀、シックスマン、2014から15シーズンのベスト5を受賞した。プロバスケットボール選手のケニオン・マーティンとはイボ兄弟の間柄である。 マサチューセッツ州クロトーンのローレンスアカデミー高校からコロラド大学ボルダー校に進み2004年から2008年まで在籍したその間1試合平均17得点5点をリバウンドを記録したまた4年間で通算得点2001点を挙げ大学史上最多得点記録を塗り替えた2008年の夏ロビーはイスラエルのビネー・ハシャロンと契約し 翌2009年から2010年のシーズンには同じく、イスラエルのマッカビハイハビーシーでプレーした。2010年の NBA サマーリーグでは、デンバーナゲッツでプレーした後、ドラフト指名を受けんバドルのリオグランデバレーバイパーズと、契約し58試合に出場、1試合平均15.3得点を挙げた。しかし2011年に、NBA がロックアウトを実施したことも影響し、 NBA のチームからのオファーがあったにもかかわらず、契約は叶わなかったその後は、メキシコ、フランス、アルゼンチン、韓国 KBL の研修東部プロミ、ベネズエラ、プエルトリコのチームでプレー。2013年9月に飽きたノーザンハピネッツとの契約に合意した。2013から14シーズンは主にシックスマンとして出場し、10月26日の新州。 ブレイブ・ウォリアーズ戦で34得点を挙げるなど、チームの得点源として活躍し、レギュラーシーズン1試合平均で、リーグ5位の20.1得点、同3位の1.9スティールを記録。リーグの最優秀、シックスマン賞を受賞した。プレイオフでは、カンファレンスファイナルで、富山・クラウジーズを相手に27得点、10リバウンド、5スティールを記録し、東地区優勝に貢献。 琉球ゴールデンキングスとのファイナルでは、敗れたものの17得点を挙げた。BJ リーグ2015から16までの3シーズンを、秋田で過ごした後、2016から17シーズンには、サンエンネオフェニックスに移籍し14試合に、出場、1試合平均10.9得点を挙げたが、11月15日に、解雇された。12月、大阪エベッサに加入。 39試合に出場し1試合平均8.0得点を上げた。2017年6月、ベネズエラ、リーガプロフェッショナルバロンセストのマリノス b b g と契約。2018年3月にはメキシコ、リーガナショナルバロンセストプロフェッショナルのソレスでメヒカリに加わった。2018年7月29日、B リーグ、B に中地区の新州ブレイブウォリアーズと契約した。 ネーションオブイスラム信者である。ABC リチャードロビー選手契約基本合意のお知らせサンエンネオフェニックス https コロンスラッシュスラッシュ www.neoph oenix.jp スラッシュニューススラッシュ 20160810-1.html 2016年8月10日閲覧 ?AB リチャードロビーバイフレフィ コロラド大学、ボルダ、コー。2013年12月17日閲覧。AB、選手契約基本合意のお知らせ。新州ブレイブウォリアーズ。https コロンスラッシュスラッシュ www.b-warriors.net スラッシュニューススラッシュ45328スラッシュ2018年7月29日閲覧。 コロラドバッファロース VS オクラホマスナーズリキャップマーチ 14-2008ESPN ハットリチャードロビープレイヤープロフィールユーロバスケット2013年9月30日閲覧秋田ノーザンハピネッツウィークエンドプログラム2014年4月12日13日エドオデブン秋田ハンマーズ新州、レイゼスレコード27から0ジャパンタイムズ 2014年7月10日閲覧。2013から2014シーズンアワード受賞者、発表、bj リーグ、http コロンスラッシュスラッシュ b j l e a g u e l i v e d o r b i z スラッシュアーカイブスラッシュ51946180 html2014 年7月10日閲覧。選手契約解除のお知らせ、3円ネオフェニックス。 h t t p s w w w n e o p h e n i x j p n e w s 2 0 1 6 1 1 1 5 1 h t m l 2 0 1 6年11月15日閲覧リチャード・ロビー選手新加入のお知らせ、大阪へ別荘。 https://www.ebesa.com スラッシュニューススラッシュ,ュ,ュ16120901<クル> html 2016年12月9日閲覧 ab 大阪対談のロビーがベネズエラのチームと契約デビュー戦で7得点を記録バスケットボールキングフロムワン2018年7月29日閲覧リチャードロビーセユヌ エイソールズで目光り。2018年7月29日閲覧。ありがとうございます。